冷却とトラブル改善プロの杉山です、こんにちは。はいえーとまあ、ちょっと先日あったあちょっとお話をです、ね、ちょっとしたいと思います。あのーえー、まあお客さんの設備でですね、えー、すごくこう水温が上がって、ですね設備がこう頻繁に停止するということがたびたび起きていてです、ね、でもう生産が全くできないと。 でということで、私たちあの、まあ、当初、えーまあ、そこは冷却と使用されていて水処理、私たち水質管理とです、ねまあ、水処理薬剤を使ってこう管理をさせてもらっているんですけどであの、まあ、その設備がです、ね、温度自体が何千度とこう上がるう、まあ、機械というかです、ねえーまあ、設備なんですけど。で えー、まあスケールがついたかなと。えー、ということでですね、えー、これはもうちょっとこう大変だということで、えーまあ、配管の洗浄をですね、えー、ちょっとしてほしいというご依頼だったんですけど、えーまあ、私たちこう水処理やっててですねなぜこうスケールがつくんだろうかというのがちょっと不思議でですね非常にその疑問を持っててこれどうにかしなくちゃいけないなと思いまして。えー まあそこでですね、えーまあ、とりあえずちょっと配管の洗浄をやったんですけどで当初ですね、えー、すぐちょっと一時は回復したんですけどあのまたその後ですね、えー、すぐに、えー、また温度が上がってしまって。で じゃあもう一回その洗浄をし直してみましょうということでですね、えー、洗い直したんですけどでその時はまた良くてですねでそしたらまた何,何日か生産したらですねまた温度が上がってしまったと何が原因だろうかと、えー、いうことで今度はもう配管の中をですねちょっと確認してみようということで配管をですね全部ばらしまして中を確認したらですねそこに出てきたのがですね 配管が結局は詰まってたんですね。で、水が流れずに水温がどんどん上昇してたと。で、何が起きてたかと言いますと、配管の、配管をですね、加工される際に、あの配管の切り崩。まあ、いわば私たち、まあ、切り粉というやつなんですけどあの、配管の、この切り粉がですね、その配管を施工する際の、 配管の中にですねその残されたままになっててそれがですね配管を詰まらせてたとでそこにはですねもうホースが何,何本ですかね何十本とこうつながってる設備でですねでそこでそういった切り子が詰まって冷却水が流れないという問題がですね起きてましたでこれも配,配管を施工する業者さんのですね まあ不定義ばと言いますか、この設備のことを理解されずにやはりこう加工されてるなというのがですね、えー、こうよく分かったというところです。はい。で、あのー、冷却水っていうのはいろんなところにこう循環していってですね、で結局あのちょっとしたそういった切りこが詰まっただけでもですね、冷却水が流れず設備が停止してしまうと。 まあ結構重大なことにつながっていきますんで配管を施工された後はですねこうしっかりと配管の中を洗い流すということをこうや,られやられるというのをですすねお勧めしたいいいと思いますはいえー、まあ私どもですねまあ冷却等に限らずまあそういったも配管の中の、まあ、いわばですねそういったも詰まりの問題なんかもですね、えー あの要は設備を安定稼働させるということがこう私たちのですねこ使命だと思ってますんで、えー、まあそういったあのなんか原因がわからんということがございましたらですねまああのそういった相談も含めて、えー、お問い合わせいただければと思いますはい、えー、本日は以上ですご視聴いただきありがとうございました。